地震から身を守ろう。あれ、タネはどこだったかな。ああ、危ない。一体何が起こったんだ。ついに新しいスーパードラゴンの発売だ。ホッピーと待って、あれ入荷した、新しいスーパードラゴン。ああ、これだ。最新限定モデルのワイパー付きスーパードラゴンだ。すげえかっこいい、欲しいよ。ん、ちょっと待ってて、すぐ戻る。こいつならディノキングもイチコロだな。楽勝。地震ですって。そうだよ、すごい揺れたった。大きな被害が出るかも。ん、何かしら。大丈夫か。ああ、大丈夫。ジョニーは。ああ、大丈夫だけど、一体何が起こったんだ。はあ、ピーター、ジョニー。ああ、誰かいるぞ。俺が、ここ助けて。ここよ。よかった、無事だな。ちょっと待ってろ、すぐレスキューチームを呼ぶ。よし、もう大丈夫。どうもありがとう、ロイ。無事でよかったわ。ん、おじいちゃん。うん、もう大丈夫。ん、お、大変よ、ピーターとジョニーがおもちゃ屋さんに閉じ込められているの。すぐ急行して。了解、アンバー、あとは頼んだぞ。任せて。うん、これは大変だな。なんで動かないんだ。諦めるな。ここから一生出られないのかな。そんなわけないよ、多分。ジョニー見てみろ、スーパードラゴンが守ってくれてるぞ。スーパードラゴン、スーパードラゴン助けて。大丈夫かい。あ、ロイ、ジョニー助かった。よかったよ。地震は特定の地域で起こる自然災害なんだ。今から地震が起こった時どうしたらいいか教えよう。地震の時は地面が揺れて建物が倒れる可能性がある。すぐに外に飛び出していくのは危険だよ。机やテーブルの下に隠れよう。机やテーブルがない場合は部屋の壁に背中をくっつけてクッションや毛布で頭を守るんだよ。建物が壊れてドアが開かなくなる可能性がある。閉じ込められないように地震が来たらすぐにドアを開けよう。外にいる場合は倒れてきそうなものから離れて空き地のような広い場所を探そう。みんなわかったかい。はい。えへん、地震は本当に怖いぞ。地面が動いてそこら中のものがグラグラ揺れるんだ。僕たちは体験したからな。地震だ、地震だ。冗談はやめろ。
車のことを知ろう。おお、こらこら動かないで頼むよ。スージー、手伝ってくれる？うん。ねえパパ、いつ学校に教えに来てくれるの？ああ、でもね、パパ先生になって教えたことがないんだよ。でもダグのお父さんは教えに来てたよ。あ、あれ？まあ、まるで新車みたい。すごいわ。ありがとう。さあ、行くよ。ポリー、この先は水たまりエリアよ。準備して。了解。よし、止まって。すごい、ポリー、本当にすごいわ。さすがよ。君もね、ジン。それに、この新しいタイヤ気に入ったよ。これで雨の日に走っても何の心配もいらないね。ねえパパ、なんでミラーばっかり見てるの？うん、それはね、ミラーは目の代わりなんだ。ミラーのおかげで周りの車の動きがよくわかるんだよ。そうなんだ。見てパパ、スピードを出して、赤になっちゃう。ケビン、それじゃ危ないよ。信号が赤になっても急には止まれないからね。おい、もう少しで当たるところだぞ。ごめんなさい。うわ、今のは危なかったね。スピードを出してると急に止まるのは大変なんだ。横断歩道を渡る時も車が避けてくれるなんて思っちゃダメだよ。止まったことをしっかり見てから渡るんだ。わかった。手を使うのは反則だぞ。おいしい。こっちだ。よし、あるぞ。チーズ。まあ大変、午後はこれから天気が悪くなるみたい。雨が降るのかい？前に嵐が来た時は大変なことになった。町中の安全を確認した方がいい。そうだね、早速行こう。うん。はあ、ラッキーだった。雨に降られなくてよかったよ。車の中だからもう安心だよね。うわパパ、これじゃ道路がよく見えないよ。そうだね、夕方は一番見えにくい時間なんだ。それにこの雨だからね。そのせいで運転が大変だ。もう二人とも寝ちゃったわ。大丈夫かい？大丈夫だよ、ポリー。車は生活を便利にしてくれるし、とてもいい友達だよね。でも車のことをよく知っておかないと、まるで怖いモンスターのようになるんだ。じゃあ、車について知ってほしいことを話すよ。1つ目、車は急には止まれないし、急に曲がることもできないんだ。だから車が走ってくるのが見えたら、通り過ぎるのを待つか、ちゃんと止まるのを確かめるまで待っていよう。それから渡るんだ。2つ目、雨や雪の日は道路が滑りやすくなるから、車もふらついたり滑ったりすることがある。それに雨や雪の日は運転手も前がよく見えないんだ。だから歩くときは道路から十分離れた場所を歩こう。3つ目、もし車に乗っていて事故に遭うと、何かにぶつかったり転がったりしてしまうかも。怪我をしたら危ないよね。だから車に乗ったらまずしなくちゃいけないのは、シートベルトを締める。みんな僕よりよく知ってるね。
車のお帰りだ。ピカピカだろ。本当に新車みたいだ。本当ね。ピカピカ車。ねえ、夜はどこかに食べに行かない？いいね。ショッピングモールでのお約束。今日ってママの誕生日なの？そうだよ。だから今夜はパーティーをしよう。やったー、バースデーケーキは大きいチョコケーキだね。え、それお兄ちゃんが好きなケーキじゃない、いちごケーキにするの。ダメ、チョコケーキ、チョコチョコ、チョコチョコ。ピーター、ちゃんと前を向いてなさい。あ、ケーキ屋さんだ。やっほー、待ってチョコ。しょうがないな。うわ、このチョコケーキすっごく美味しそう。いちごケーキだ。チーズケーキを一つ。え、チョコケーキは？いちごケーキは？ママはこのチーズケーキが好きなんだよ。こちらがチーズケーキです。あ、はい。はい、できたわ。ありがとう、アンバー。エレベーターに手が挟まるなんて。エレベーターのドアを触るのは危険なのよ。ドアに手が挟まったら怪我をしちゃうでしょ。今度は気をつけてね。うん、気をつける。新鮮なリンゴだな。ママの誕生日なんでしょ。私たちにも選ばせてくれなきゃつまんない。こうなったら僕たちもプレゼントを選ぼう。どうやって？このぐらいでいいか。お、おい、待て。ピーター。あ、危ない。パパ。危機一髪だった。ママのプレゼントを選びたかったのか。僕たちだってパーティーの準備をしたいのに。パパが全部選んじゃったら、私たちは何も選べない。え、そうだったかな。パパが悪かった、ごめんな。よし、みんなでプレゼントを選ぼうか。これ。わかった、ママのプレゼントはそれにしよう。さあ、家へ帰るか。パパ、私足が痛い。だいぶ疲れちゃったか。ピーター、持ってくれるか。うん、おいで。パパ、ママが来たら電気を消して見えなくしようよ。そこにケーキを持って僕たちが登場。ママびっくりしてくれるかな。ピーター、手すりに捕まって前を向きなさい。楽しみ。ピーター。大丈夫？大丈夫。ありがとう、アンバー。本当に危なかったぞ。ごめんなさい。パパの言う通り気をつければよかった。ピーター、ショッピングモールでの約束を教えるわね。エスカレーターの上ではふざけたり逆向きに乗ったりしてはダメ。乗るときは手すりをつかむようにしましょう。靴ひもや服の裾がエスカレーターに挟まると大怪我につながるから気をつけてね。ショッピングカートを子供だけで押すのはやめましょう。自動ドアやエレベーターに駆け込むと挟まったりぶつかったりしてしまうわ。ドアが閉まりかけていないかを確認してね。覚えておいてね。はい、アンバー。ロバート、子供たち帰ったわよ。じゃーん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピー
ピーバースデートゥーユー。うわ嬉しい。プレゼントだよ。子供たちからの贈り物だよ。まあ本当感動しちゃった。どうもありがとう。いいえ。ピーター一日消防士になる。みんなよく見てて。安全ピンを抜いたらノズルを火の方に向けて消火器のレバーを握るのよ。やってみて。安全ピンが抜けないよ。ピーター立派な消防士さんだったわ。よくやったな、ピーター。消火器はどこかいい場所に置かなきゃね。ダメだよ、ママ。消防士として僕がこのお家を守るんだから。そうだね。ピーターに火から守ってもらおう。あら？嘘。火よ、燃えてる。そんな。はっ。これで大丈夫だよ。僕は本物の消防士なんだから。ああ。ピーター、最高にかっこよかったぞ。おじいちゃん、かっこよかった。おっと、ダメだよ。危ないから近づくな。異常なしだ。あの煙は。うおー、はっ。 あれ、ピーター、なんだよ、もう火事だと思ったのにさ。まったくもう驚いたわ。あれ、やだ、私の服が燃えてる。あれはなんだ、もしや。パパ、ここは僕に任せて。なんだピーター、火事は起きてない。はぁ、まだ焼けてないの？あとちょっとだよ。あ、火が出た。火事だ。取れや。危なかったね。ピーター、今のは何なのよ。火事を止めたんだ。お兄ちゃんがバーベキュー台無しにした。ピーター、肉の油が炭に落ちて少し炎が上がっただけじゃないか。グリルを使う時にはこんなのしょっちゅうあるわ。まあまあ、そういう甘い考えが取り返しのつかない火事につながっちゃうんだ。ダメだ、もう見過ごせない。没収する。パパやめてよ。この中のどこかにあるはずだ。あ、見つけた。何吠えてるんだ。火事だ。どうして何も出てこないんだ。ピーター、今の音は。パパ。ピーター、ジン、どうした。急いでピーターの家に向かって。ガレージから火が出たみたい。了解。ロイ、怪我はないかい。ああ、みんな無事だ。火事は僕に任せて、安全な場所に避難して。うん、わかった。はっ。ありがとう、ロイ。危うく家が燃えるところだったよ。みんなごめんなさい。でも消火器が全然動かなかったんだ。ピーター、消火器を見せてくれるかい。もちろんだよ。最近何度も消火器を使ってたかい。何度も火を見間違えて。ピーター、消火器は何回も使うものじゃないんだよ。消火器は使うと中のガスが減っていって圧力が下がってしまうのさ。そしたら何も出てこない。定期的にチェックして圧力が残ってるかどうかを確認するといいね。あとは出口みたいに見つけやすい場所に置くこともポイントだよ。
消火器を使うときはまず安全ピンを抜こう。そして風上に立ったらホースを火の方に向けるんだ。その後レバーを握って火を消すのさ。ピーター、消火器で火を消そうとしたことはすごく立派な行動だ。でも何より安全な場所に逃げるべきだったね。ロイの言う通りだ。落ち込むことはない。家族を守ろうとしてくれただけだ。うん、その通りだよ。そうだ。じゃあ使い切った消火器を新しいのと交換しよう。やった、新しい消火器。今度は使っちゃダメだぞ。約束するよ、絶対大丈夫だってば。ちょっとだけ触らないで。ダメ。駐車場で遊ばないでね。うん、じゃじゃーん。うわ、ママ何それ。このリストに今日買うものが全部書いてあるの。そんなにたくさん。そうよ、ブルームズマートでセールをやってるの。早く出かけましょう、買いたいものが売り切れちゃうわ。僕ゲーム欲しいな。私クマさんのぬいぐるみ。二人とも残念だけどそれはリストにないわね。さあシートベルトを締めましょう。さあ行くわよ。ゴー。まあ、車がいっぱい、うん、ほら向こう、ママ見て。あら、よかった。大丈夫？はあ、残念ね、入られちゃった、うん、ママ見て、開いてるわ。どこ？あったわ。あ、もう止められてたのね。ねえママ、なかなか止められないね。諦めないわよ。あ、車が出た。やったわ。ほら、やった。メリー、街の道路はどんな様子？それがね、ブルームズマートでセールがあって、周りの道はどこも混んでるんだ。私ったら、セールのことすっかり忘れてた。あ、新しい水着が欲しかったのに、売り切れちゃったらどうしよう。ジン、まず道が混んでることを心配しなくちゃ。ヘイリー、出かけるぞ。了解。これでよし。ドアを開けるからちょっと待ってて。狭いわ。え？危ない！あいた！ママ、気をつけないと。待ってって言ったでしょ。ママ大丈夫？え、大丈夫よ、うん、止まって。よし、行っていいよ。ふう、これでもう大丈夫だ。ヘリー、そっちの様子はどう？こっちはまだお店に向かう車がいっぱいいる。本当？じゃあそっちに手伝いに行くよ。わかった。遅くなっちゃった、急がなきゃ。どうしたんだろう、あんな運転の仕方じゃ危ないぞ。うん、ああ、ねえママ、これ返してくる。こっちで、これをこっちに。やっほー。あ、さっきの車だ。それ行け、早いと進め、すごいや。もう止める場所がないわ。ケビン！あ、危ない。ぶつかる、止まれ。ケビン。うわ、怖かった。駐車場は危ないところなんです。子供から目を離したらいけませんよ。あまりにもあっという間のことで。あなたもです。駐車場であんなに早く走ったらダメですよ。本当にごめんなさい、売り切れるんじゃないかと思って。ケビン、スージー、二人とも僕の言うことをよく聞いて、これから気をつけるんだよ。うん。駐車場で走ったり遊んだりしてはいけないよ。いつどこから車が出てくるか全くわからないからね。とっても危ないんだ。車のスピードを落とす段差やブロックがあってつまずきやすいから、
いつもゆっくり歩いて進む方向を見るようにするんだ。それから車から降りようとする前に車がもう動いていないことを確かめよう。それに周りの車が動いていないかも確かめてね。ビルの駐車場に停めた時はとても暗くて見えにくいから必ず大人と一緒に歩くようにしようね。覚えておいて、駐車場で自転車やショッピングカートに乗るのはものすごく危ないよ。わかったかい？わかったよ、ポリねえママ、いつになったら帰れるの？あと少しで終わるわ。よし、これをこうして出っ張りをなくせば閉まりそうだわ。山で危ない場所に入らない。うん、ジン、危険な場所に立ち入り禁止の看板を立てたよ。あっちも大丈夫よ。蜂の巣もないし、蛇もいなかった。そう、みんなありがとう。これで子供たちは安全にピクニックができるわ。ジン、宝探しの宝を隠したよ。全部？あら？ヘリー、これじゃ隠れてないわ。うわ、宝物を隠すにはこうしなきゃ。頑張って見つけた方が楽しいでしょ。なるほど、そうだね。ジン、僕たちは周りをパトロールしてくる。うん、よろしくね。あ、ウサギだ。え、どこ？ウインナーもらった。宝探しゲームを始めるわよ。やったー。山の中は迷いやすいから遠くへ行かないでね。わかった？はい。宝はどこだ？ジョニー、そんなところにないよ。見つけたわ。僕も見つけたぞ。ピーター、僕たちも急ごう。心配するな。僕は宝探しゲームの名人だぞ。ここが怪しいぞ。宝物見つけた。何してるんだ？それは石だよ。え、変だぞ。宝がありそうな場所だったのに。わあ、見つけた。何が入ってるかな。きっと大したものじゃないさ。なんだよこれ。リボンじゃないか。似合いそうだ。私のケーキと交換しない？いいの？ケーキの方が嬉しい。二人ともずるいぞ。ピーターの宝物は？ピーターはまだ見つけられてないんだ。宝探しの名人だって言ったのにさ。見てろよ、二人よりいい宝を見つけてやるからな。ここにもないぞ。一体どこにあるんだ？うわぁ、見つけた。やっぱり僕は宝探しの名人だ。こんな場所にあるなんて、きっとすごいお宝だぞ。避難所の確認が終わった。じゃあ戻りましょう。お願い、誰か助けて。この声はピーターだわ。まずい。ピーター。ロイ。大丈夫かい？ピーター、危なかったわよ。アンバー、ごめんね。
山には川や崖など危険な場所が多いから注意が必要よ。ヘビやイノシシなど野生の動物も住んでいるから山の奥へ行ってはダメよ。毒がある植物も多いから触ったり食べたりしないでね。木が多い山の中では迷子になりやすいのよ。みんなと一緒に行動してね。ピーター、わかった？うん、わかったよ。山ではもっと気をつけるね。今日は楽しかったね。そうだね。ピーター、宝物は見つかったの？もちろんさ。みんなでよりすごいのを見つけた。よし、開けるぞ。じゃーん！空っぽだ。なんだ？嘘だろ！僕の宝物だ！火遊びは絶対にやめよう。みんな、あっちはキャベツ、こっちはレタスと美味しいほうれん草。わあ、あそこで何してるんだ？そしてこうすると何してるの？わあ、びっくりした。チャールズ、来てごらん。ピーターが虫眼鏡で木を燃やすよ。え、ピーター、火遊びはダメだよ。遊びじゃないよ。そうさ、太陽の力を試す科学の実験さ。見て、火がついた。わあ、燃えすぎじゃない？わあ、じゃあみんな集まって。よし、行くぞ。バイバイみんな、また来てね。あ、電球が変だぞ。あ、火事だ！聞いたかい？トラッキーの家が火事になったんだ。え、やだ、何があったの？レスキューチームも出動したらしいよ。ひどい火事さ。まあ、トラッキーは無事かしら。火事は僕たちのせいかな。でも、ちゃんと火は消したよ。ねえ、火のこと正直に先生に言おうよ。なんだって？チャールズ、冗談だろ。先生に話したら親にもバレるし、レスキュー隊に通報される。刑務所に入れられるぞ。刑務所だって？ダメだ、刑務所は嫌だよ。だからトラッキーの家でのことは誰にも話すな。でも、クリニー聞いた？トラッキーの家が火事になって大怪我したって。本当に重傷なのかい？包帯ぐるぐる巻きで寝てるそうだよ。ああ、やっぱり僕は本当のことを言う。なんだって？ダメだよ、秘密にするって約束したろ。僕も言う。トラッキーの怪我は僕たちのせいさ。ねえ、言わないでよ。いいか、誰にも言うなよ。わかったよ。ただいま。おかえり、ピーター。聞いた？トラッキーの家が火事ですって。ああ、ママ、疲れてるから寝てくる。何かあったのかしら。あら？お兄ちゃん、落としたわよ。ああ、返せよ。あれ？あれ？ピーター、あなたが火事を起こすなんて。シンディ、誤解だよ。トラッキーのうちに火をつけたの？まさか、うちの息子がこんなことを。パパ、ママ、そんなことしてないよ。ピーター、ジョニー、助けて。なんでそんなところにいるんだ。ピーター、なぜこんなことをした？お前のせいでこの邪魔だ。トラッキー、本当にごめん。話って何だい？トラッキーの家の火事は僕たちのせいだ。トラッキーの怪我もね。悪気があったわけじゃないけど謝るよ。本当にごめんなさい。
ジーン、新鮮な果物持ってきたよ。あれあれ、え、トラッキー、無事なの？え、みんな、今回の火事は電気のショートが原因だったんだよ。手を少し火傷しただけさ。大怪我じゃなくて本当に良かったよ。待って、トラッキーのガレージで何をしてたの？それは君たち、火遊びはとても危険だ。二度としちゃダメだよ。いたずらにマッチやライター、ろうそくや虫眼鏡で遊んではいけないよ。大火事になるかもしれない。プラスチックや紙、トイレットペーパーや木はとても燃えやすいよ。あっという間に火が広がるから気をつけるんだ。火事が起きてしまった時には焦らずにすぐに119番に電話して消防車を呼ぼう。はあ、うん、もう二度とやらないよ。反省するのはいいことよ。でも罰が必要ね。反省文を10枚書いてもらう。10枚も？許してよ、ジーン。横断中にしてはいけないこと。お、猫だ。捨てられたのか？ケビン、青になったよ、うん、早く。わかった。置いてけない。ダグ、待ってて。ケビン、危ない。ほら、危ない。ごめんなさい。最近あちこちの横断歩道で子供の事故が増えてるの。どうすればいいかしら。信号がちゃんと動いてるか、これから行って確かめるよ。よし、アンバー、一緒に行こう。横断歩道へ行って、子供たちに正しい渡り方を教えるんだ。忍法、忍び足、忍忍。ママがご飯ですよって。うわぁ、わかった。それ何？なんでもない。子猫だ。すごく可愛い。ママに見つかっちゃダメだ。ケビン、スージー。うわ、わかった。今行くよ。スージー。あ、いい子ね。ごちそうさま。ごちそうさま。あら。さあ食べて、エリザベス。エリザベスじゃないよ。うん、エリザベスよね。本当に可愛い。あら？メオ。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 お兄ちゃん、起きて。今起きるよ。どうしたの？エリザベスがいないの。エリザベス？エリザベス？エリザベス？どこにいるの？きっと外へ逃げ出したんだよ。お兄ちゃん、エリザベスはどこ？エリザベス！どこ行っちゃったの、エリザベス？戻ってきて！おい、スージー、待ってよ！エリザベス！アンバー、7番通りの横断歩道を見に行ってみよう。そうね、うん、さあ、渡ろう。スージー、見つけたよ。エリザベス。さあ、どいたどいた。危なかったよ、スージー。助けてくれてありがとう。スージー、横断歩道を渡っている時に引き返すのはものすごく危ないことよ。
知らなかったの。分かったわ。二人ともしっかり聞いてね。道路をちゃんと安全に渡れる方法を教えるわ。準備はいい？うん。たくさんの車が走る道路ではものすごく気をつけなきゃいけないの。すべての車がもう動いていないことを確かめてね。青信号でも同じように確かめるのよ。道路を渡り始めたら引き返してはいけないの。車に気づいてもらえないかもしれないから。戻らないといけないときは道路を渡り切ってから信号が変わるのを待つようにしてね。それから渡っている間は道路に落としたものを拾わないで。それにゲームをしたり本を読んだりして道路から目を離すのもダメよ。わかった。それから青信号がチカチカし始めたら渡らずに次を待とうね。わかったよポリー。静かに。二人とも一体どこ行ってたの？スージー、それ何？ほらまあ、まあ子猫じゃないの。そうね、あなたはミトンズよ。違う、エリザベスなの。ミトンズがいいわ。まあなんて可愛いのかしら。名前変えないでよ。にゃ。風を予防しよう。ジョニー、これを見ろ。どうしたの？とっても可愛かったの。チャールズは？風邪をひいてお休みなんだ。残念だな。僕はブルームズランドに行くんだ。ブルームズランド？うん、ジェットコースターやゴーカートがあるんだぞ。楽しそうだ。くしゃん。なんだよジョニー、やめてよ。ごめんピーター。くしゃん、くしゃん。楽しみだ。ジン、戻ったよ。みんなお疲れ様。なんなのそのマスク、面白い。ジン、風邪をひいたの？ジン、そうなの？今街中で風邪が流行ってるみたいなの。マスクをしていた方がいいのよ。冷たい風を防げて温まるし、風邪の予防にもなるわ。そうだね。だからヘリー用のマスクも用意したわ。うわ、僕はいいよ。ちょっと試してみて。営業しとくよ。ちょっとでいいから。ピーター行くぞ。いいぞ。やった、ジョニー今の見てた？ピーター、もう家に帰るよ。なんだよ、もう帰るのか。じゃあね。ジョニーは弱いな。ピーター、やるぞ。わかった。またゴールを決めるぞ。ただいま。おかえり。あ、クッキーがあるぞ。おいしそうだ。ピーター、帰ったらまず手洗いでしょ。一つだけ。お兄ちゃん、それは明日食べるクッキーなのよ。味見しただけだ。お兄ちゃん。まずは動物園に行って花火も見て。早く明日にならないかな。朝だ、ブルームズランドに行くぞ。やったー、ブルームズランド行くわよ。天気もいいし楽しみだな。ねえ、忘れ物はない？ないさ、ランチもカメラも持ったぞ。敷物は？お、すっかり忘れてた。もうやっぱり。ピーター、風邪ひいたの？違うよ、元気だよ。本当に？もちろん、トランクだって一人で運べるよ。ほら、大丈夫でしょ。フラフラしてきたぞ。でもブルームズランドへ行くんだ。さあ、これで全部揃った。よかったわ。お兄ちゃん。ピーター。大変だ、危ない。ピーター。
ひどい風邪ね。薬を飲んだからじき熱は下がるわ。アンバー、ありがとう。ブルームズランド。回復するまで家で安静にさせておいてね。外に出るのは久しぶりだ。こんにちは、ピーター。こんにちは、ピーター。体調はどう？ゆっくり休んだらもう元気になったよ。もう風邪はゴリゴリだ。少し気をつけるだけで風邪は予防できるのよ。そうなの？周りで風邪が流行っていたらマスクをしてね。ウイルスを防げるわ。外出から戻ったら絶対に手を洗ってね。歯を磨けばほとんどの風邪ウイルスを除去できるわ。寒いと免疫力が落ちて風邪をひきやすくなるの。寒い日は暖かい服を着てね。くしゃみをするとき口を手のひらで押さえると手にウイルスが移るから他の場所で口を押さえてね。風邪をひいたら無理をせずにしっかり休むのよ。わかった？うん、アンバー。ママ、ブルームズランドに行こう。もう大丈夫なの？もちろん、もう全然大丈夫さ。まだダメそうね。大丈夫だよ。大丈夫だよ、もう治ったってば。